みたいなやつキャラメルみたいなやつ美味しかったです。今日からだったね。今日からあの販売日に飲んじゃった。販売日に発売日か発売日当日に初めて飲めたフラペチーノ。ランキングライって限定カード、あ、ありがとうありがとう嬉しいありがとう。こんばんは。ねえ忙しくなるね。12月年末に向けまして年末に向けましてね。ありがとう師走だ。おかえりなさい。あ、お誕生日続きますね。お誕生日がめでたい。おめでたい。ココアさん、ももちゃんさんにねえ、バタ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 の師走に1年の振り返りね、もう1年の振り返りをするする日がやってくるよ。1年の振り返り濃かったな今年は。濃い1年でした。めっちゃ濃かった。ひげメガネさん肉まんありがとう。そう今日からミルフィーユカツ違うよ、ミルフィーユなんとかみたいなやつ今日からだったんよ。飲んじゃった。早速飲んじゃった。美味しかった。甘かったね。甘かったです。でもキャラメル味がすごい好きな人とかキャラメルとかクリームが好きな人はもうめっちゃ大好きなやつかもしれない。あと中にあのミルフィーユなんかザクザクしたお菓子みたいなのも入っててザクザク感が美味しかったです。めっちゃのやつ今日パサコちゃんも飲んでたらしくて運命じゃんこれ俺の味みたいな。え嬉しい運命私も運命感じました。運命感じます同じの飲む。ひげメガネさんお肉まんありがとう。ありがとう。マック、あ、いいな、マック行ったんだ。マックも行きたいな、マックも。マックも見つけた。マックを見つけて、右に行ったらマック、みたいな状態で、右に行くか、いや、左に行こうって言ってマック行かなかったです。こんばんは。お姉さんに、あ、ショートブーツ、黒のショートブーツで合わせた。冬前、確かにこの11月あたりの誕生日が多いね。11月12月ぐらいが誕生日の人多いね。えもう大晦日の準備して明けおめの準備だよ。辛い1年だった。あそうなの、あらら辛い1年だった。じゃあ来年は一緒に幸せな1年にしようね2023年は幸せな1年にしよう。あ、ソラハさんも、ソラハさんもスタバの新作飲まれたんですか今日。みんなと運命だ先輩方と運命だ。私でもあれはねずっと前からめっちゃ飲みたかった。私もこの今回のスタバ飲みたくって飲む気満々だったから。あそこでね、私もあともうちょっとでお誕生日。お、ありがとう。17あ、MC ムヒョンさん、初見さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。去年ね。去年は。去年はまだね NWP だった。オーディションちょうどオーディション頑張ってる時期だ。
去年の今頃は。熊根パパさんハートありがとう。あ、ひつや鍋のアイコン始まったの？嘘、知らなかった。え、ちょっと見たい。え、弾きたい。え、持ってくればよかった。あー、持ってくればよかった。ひつや鍋、え、持ってくようかな。え、ひつや鍋しようかなどうしよう。え、ひつや鍋やろうかな。持ってこようかな。どうしよう、持ってこようかな、持ってこようかな、持ってこようかな。こんばんは、キャラマズイマズ、嬉しいじゃあ、甘々でいきます。キャラメルみたいに、これからもね。あ、グラコロが始まったんだ、マック。そういうことか、そういうことか。あ、お疲れ様、おかえりなさい。撮ってこようかな。え、撮ってこようかな。ちょっと撮ってくるねちょっとごめんね、行ってきます。ただいま。あ、ちょっと聞こえた。かけ、走って走ってきた。走ってきた。よいしょ。あ、これクマじゃない。ワンちゃんだよ、メルちゃんワンちゃんです。そう、茶色いからね、クマちゃんに見えるけど、トイプードルのワンちゃんなんです。これメルちゃん、メルちゃんだよ。ワンワン、え、ちょっとよ、告知してなかったけど、ひつ鍋配信しちゃおうかな。じゃあ、ちょっと待ってね。アイコンだけ引いてみようか。めいちゃんと同じ感じの、あ、本当？トイプードル？いいな。めるちゃんに会ってほしい、みんな。めっちゃ可愛いよ。親バカになっちゃうぐらい本当に可愛いの、めるちゃん。ありがとう。こんばんは。アイコン引く配信しよう。アイコン引き引き、ドレス衣装ってやつか。一期生ドラと三期生、二期生研究生のドレス衣装が登場です。え、すごい。ちょっと待って、見たい。ガチャ詳細。え、私どんな似顔絵なんだろう。どんな似顔絵なんだろう。え、めっちゃ知りたい。どんな似顔絵なんだろう。ちょっと、どんな似顔絵なんだろう。私楽しみ。あ、ひげメガネさん、ラブレターありがとう。ワンちゃん飼ってる、トイプードル飼ってる。メルちゃん、メルちゃんやアズちゃん
いっぱい会えるよ、あずちゃんに。え、ちょっと引いてみよう。コインはね、いっぱいあるんですよ、今。10連ガチャやっちゃおう、まず1回。え、これでさ、当たったらすごくない？これで一発で当てたらすごいよね。一個金色があるから、金色を最後にいきます。あ、違う、あ、誰もメンバーさんじゃない、メンバーさんじゃない、メンバーさんじゃない、メンバーさんかメンバーさんが出なかった。もう一度出ろ。お、すごい、キラキラが多い今回は。あ、あいこじさん、あいこじさんが出た、あいこじさんが出ました。あ、なるほどね。確かにこれは当たるまで永遠に引いちゃいそう。しーちさん、だるまさん、ありがとう。あいこじさんが出ました。初めてあいこじさん。嬉しい。もう一回引こっか。もう一回。次こそ。運よ、私に味方してください。これで、あ、え、すごい、今回 3枚。虹色が3枚です。あ、りんこさん、りんこさん出た、りんこさん。いきます。あ、りんこさん2枚。あ、アリスさん。待ってよ。最後が。ゆうかちゃん出た。え、すごい、ゆうかちゃん出た。ローマ字が読めなくって、ゆうかって、そっか、ゆかになってるんか、ローマ字が。今さ、ゆかってローマ字で、え、全然読めなくって、うまく隠れてて、ん、誰だろうと思ってアイコンのところ行ったら、ゆうかちゃんだった。そっか、ゆうかちゃんはあれだ、 YUUK じゃなくて、ゆかなんか、うん、苦しまゆうかになってる。ゆうかちゃんだ、くるくるだ。いや、くるくるだった、くる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 、ここにね、苦しまゆうかって書いてるの、名前で。くるくるの方です、くるくるのゆうかちゃん、くるくる。あ、そっか、おきさんもゆかでゆうかなのか、ゆうかさんか。そう、でもくるくるだった、髪がボブです。え、くるくる出ちゃった、嬉しい。ちょっとくるくるにしよう、じゃあ今アイコン。嬉しい、くるくるのアイコンにした。え、そう、リンコさん2枚。嬉しい、リンコさん2枚ね。あれか、ローマ字で読んだらユーカになるのか。くるくる、打ってください。ね、そう、セット画面行った、今さっき出た瞬間分からなくって、よく、うまく読めなかった。え、嬉しい。今まではあのね、パセリさんのアイコンにしてた。パセリさんのアイコンでした。パセリアイコン変えたりした。あの、日替わりで日替わりで、あの、いろんなメンバーさんに。なんか 3枚セットとかできたらいいのにな、アイコン。いっぱい一人選ぶの難しいから、3枚セットとかできたらいいのに、アイコン3枚セット。
番に変わってるのよな、ゆうなじゃなくて。あ、ね、ゆなさんはゆうな、確かにゆうなだね。確かに昔からそれな気がする。ん、どうだっけ、うん、なんかそんなイメージ、ゆうなね、確かに。あ、ありがとうございます。メガネ、え、ね、私もでも待ってよ、アイコン一番多いのどれだろう。あ、一番多いの瀬戸内学園の、私女の子だ、女の子が一番多い。7枚持ってる、瀬戸内学園女の子。あ、2枚持つとお視力アップするんだ。え、じゃあリンコさん、私今お視力が高いのね。え、かわいい。え、私もゲットしたいな、早く出てくるかな。あや、あずみあやこ、え、そうなの、え、嬉しい。アイコンゲットしてくれたの、ありがとう。ありがとう。嬉しい、ありがとうね、ありがとう。こんばんは。え、ゲットしたい、ゲットしたい、ゲットしたい。ごめん、もう多分なかなかの柔道 DD。 私みんな大好き、みんな大好きなんです、みんな大好きなんです、みんな、みんな大好き、人類みんな大好きです。柔道 DD。 行きたいね、当てたいな。こんばんは。かぶるとパーセント、あ、そういうこと、お視力、お視力パーセント。集合アイコン、え、集合アイコンいいね、確かに。集合の、え、集合アイコン確かに、一番シークレット枠とかで集合アイコン出たら確かにレア感。あずみアイコンです、あ、嬉しい。え、アイコン、え、もうさ、あずみアイコンゲットしたよって方さ、どんぐらいいるのかな、結構いるのかな。でも今日からだよね、結構もうゲットしたよって方いるのかな、結構どうなんだろう。でもまだまだゲットできてないよって方の方が多いのかな。スタンプ更新スタンプ更新どうしようかな、なんかスタンプ候補がいっぱい上がりそう。スタンプ更新スタンプ更新候補が、こんばんは。ねえ、みんな、みんな大好きになるよね、でもね。私もね、実は言うとみんな、みんな大好きだから。ひげめがねさん、ハート、ありがとう。みんな大好き。みんな大好きです。あ、MD って言うんだ、みんな大好き。確かに。みんな大好き。絞れない、そう。あずみんだけ、あずみんだけ見ててねって言うけど、あの、その DD なっちゃう気持ちもすごくわかる。だってみんな、みんなね、みんな可愛いし魅力的だもん。だってそんなの、みんな大好きになっちゃう。私もみんな大好き。そのお気持ちはすごくとてもとてもよくわかります。すごくわかる、共感できるけど、あずみんをその中でもいっぱい見ててねっていうことですよ。なら全然楽しで問題、あ、全然問題ないですよ。あずみんいっぱい見ててね、あずみんをいっぱい見てて
出た？ありがとう。あ、そうなんだ。研究生、確かに研究生4人揃えたい。豊中のヒロさん、ハートありがとう。あ、回してない、まだ。ナーニーシュタンプ、あ、いいね、ナーニーシュタンプいい。あと優しさシュタンプもいい。優しさも欲しい。あの忖度してくれた時に優しさ優しさをありがとうっていうシュタンプしたい、欲しい。あれちょっと追加したいです、私が使いたい。いいよチェリー。あ、そうなの、30がそれ考えたんじゃなくて、いいお尻の日って自分で考えたんじゃなくて、本当にそんな日なの今日そうなんだ、30でどういう頃なんだろう。ねえ、カード、あずみおとみんな大好きやん。え、大好きだよ、みんなのことみんなのこともみんな大好きファンの方もみんな、もうね、みんな大好きです、みんな関わる人みんな大好き出会った人みんな大好きです。確率アップ、あ、なるほどね、確率アップ、いつが確率アップのタイミングなんだろう。こんばんは、ね、DD 許可、 DD 許可え、そう、 DD、 そう、バイラブ、そう、それそれ、この前言ったバイラブラブの法則だよ。他のことをラブラブしてもいいよ、でも他のことラブラブしたら私とバイラブラブしようねっていう法則です私はそれでいきます、バイラブラブの法則で、私とバイラブラブしてくれたらいいよ、バイラブラブしてね。せんいちさん、ハートありがとう。ありがとう、バイラブですあずご、あずご、バイラブラブ、ねっちょりスタンプは作らんよ使いづらいじゃろ、ねっちょりって、どうやって使うの、ねっちょり、ねっちょりって、ねっちょりスタンプは使いづらいでしょ、使えないでしょ、どこで使うの、タイミング、本当にいいお尻の日なんだ。あ、最後だから？なるほどね。いいお尻、いいお尻、プリティーおケツの日。今日は。あ、月末、なるほどね。じゃあ、え、月末じゃん。月末も終わったのか。一押し、あ、なるほどね。一押しガチャの前。ヒゲじいじんちゃん先生。花束ありがとう。クリスマスの午後に確率、お、了解、12月はね、おほ、覚えとく、クリスマスの午後、クリスマスあたりに確率アップ、じゃあもう一回、あともう2回引こうかな止まらんくなりそう、これ本当にちょっとあともう2回引いて終わる、この2回で出ますように、お願い、出ますように、虹がない、虹がないですね、ダメだ、さあ来い、
個だ。あ、みなみさん、みなみさん、みひんさんだ。みひんさんが出ました。みなみさん、わあ、もう一回弾きたい。もう一回弾こうかな。もう一回、ラストラストラスト一回お願いします。あ、でも金色がいっぱい、虹は一つだ。来い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 。あ、マヒナさん、マヒナさんだ。マヒナさんが出た、マヒナさんが出ました。最後いやー、出ないね、なかなか。いや、ほんとやめられない、止まらない。やめられない、止まらないになっちゃう。ひげめがねさん、お、筒ありがとう。スケモンさん、バラありがとう。他の子、え、使えんじゃろ絶対。使いづらいよ絶対。私との対戦でしか使えなくなって、それかアズミンファンとの対戦でしか、ねっちょりってもう使えない。どうしよう、 OK が出るかも分かんないよ。ねっちょりって書いてもマネージャーさんに、他の言葉でお願いしますってやれるかもしれないから。粘る、あ、確かに粘るとき。浮気はいいけど本気はダメとか、リアルな対応ね。リアルな対応。リアル。バイラブとかじゃなくて。リアルか。浮気はいいけど、あ、じゃあ分かった。散歩はいいけど。散歩はいいけど、移住はダメ。散歩するのはいいよ。でも移住、そこに住んだらダメだよ。です。散歩はいいけど移住はダメで、でバイラブの方式で。よそ見してたでしょスタンプ、あー確かに、よそ見してたでしょ、かわいいスタンプいいね。よそ見してたでしょスタンプ。こんばんは、これ一切いけてなくてもショールームだけ配信だけ見に行ってる人、お、好きだよもっちのロンで。もっちのロンで好きだよ。こんばんは、明日は小豆の日、小豆の日なんだ。12月1日、え、1日よね、1って安住の日じゃん。小豆歌わんといけん、小豆、明日は明日配信で小豆歌わんといけん。リア君ハートありがとう。散歩、散歩はオッケー。首輪つけて。散歩はオッケー。移住はダメです。一泊、散歩よりもうちょい低め、旅行ならせ。一泊、いや一泊はじゃあげんこつで許します。もうどこ行って、あ、デコピンで。どこ行ってたの、デコピン。一泊は一泊したらね、もう1週間旅行に行ったらげんこつ。移住したらぷいです。ショールームパトロール、ショールームパトロール、してないね。ショールームパトロールはそんなに
そんなにしてないですよ。あずき、明日はじゃああずき、あずきの日でおしるこタイム、おしるこグビータイム。休みしかしてません。あ、じゃあ次会った時にデコピンでデコピンでデコピンします。デコピンデコピンですよ。推し変なんで、あ、推しにしてくれなきゃやだ、私一回読みちゃやだ。これね、 TikTok で踊りたかったんですよ。踊ろうと思って STU の公式のやつで踊りたいですって言って、また次の機会に踊ろうって思えてて、なんかもう踊ってない、まだ踊りたいんですよね。可愛いよねこの歌、めっちゃ踊る気満々だった。推しにしてくれなきゃやだ、私以外を見ちゃやだ、推し変なんて許さない、法律で決まってるの、もう歌もダンスもちょっぴり苦手だけど、誰より愛をもてあいドルしてます、トップ目指して。こんばんは。1ヶ月はビンタビンタ3往復、パチ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 肩骨するぞで、肩骨とデコピンするぞ。ツイッターバトル、なんかね、自分のでも見てる、みんなのこと、みんなのこと監視まではしてないよそんなにすごい、もう毎日監視してるわけじゃないけど、そのエゴサっていうか、岡田あずみとかあずみんとか、あのハッシュタグとかで見た時にそれ関連でたまにこう見たりとか、岡田あずみを中心に見てますね、ツイッターは。こんばんは。オンラインデコピンオンラインデコピン、オンラインデコピン、可愛くてごめん、めっちゃ可愛いよねあの歌ね、可愛い、可愛くてごめん、ちょっとフレーズが出てこない今。あ、お兄ちゃんレインボースターありがとう。あれだよね、可愛くてごめん、あ、ちょっとフレーズが出てこない、歌詞を見たら思い出せれる。私が私のことを愛してか、何が悪いの、シートでしょうか、ダイだとか変わってるとか、届きませんねそのリプライ、大好きなお洋服。ひげめがねさんレインボースターありがとう。ちゅ、可愛くてごめんだ、生まれてきちゃってごめん、ちゅ、あざとくてごめん。しんいちさん音符ありがとう。恋ダンス、恋ダンス踊れるよ、踊ったことある。チャーチャチャララ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 ラ。あ、これね、文化祭で踊ったことあるよ、中学校の時、私吹奏楽部
だったんだけどね、中学校の時吹奏楽部で、おっとっと、吹奏楽部で合奏、合奏か文化祭の時に合奏か、楽器だから合奏で恋ダンスを、恋星野源さんの恋を合奏で吹いたんですよ。でなんか文化祭だからちょっと楽しくしようっていうので、先生と合奏してる人たちの前で、その吹奏楽部の誰かメンバーが3人くらい踊る人をダンサーをつけようみたいな感じになって、あれが最初で最後だったんだけど、そんなダンスしながら吹奏楽で合奏したの。そう、それで恋ダンスを踊ることになって、私がその踊り側に行きまして、恋ダンスの時はそう、急に恋ダンス始まったら楽器置いて前に出て、友達3人ぐらいでじゃんじゃんじゃらららにゃ、こうやって踊ってました。ちゃちゃちゃ、いい隣のこんな感じ、風たちは運ぶはカラスと人々の群れ、ちゃちゃ意味なんか、そうダンサー、プチダンサーみたいなやつ、あれで丸々覚えた。だから踊りを友達と、懐かしいよね。恋ダンス、こんばんは、あリップありがとう、ありがとう、え見てるよありがとうね、アカンついたね消さない、ホリホリ、そんなねホリ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 は全然してないから大丈夫大丈夫そこまで見てない、そこまで見てない、ゆめがねさん寝坊した、ありがとう。あ間違え、嬉しい、本当ありがとう。マフラーリ、ああのねスクショで見た、マフラーリョーツ見れた見れた、ありがとう、見れました見れました、ツイッターツイートでツイート見た、やっと、あ食べてたね納豆朝、納豆、6年前か逃げ恥、夏もう、え、めっちゃ前だね逃げ恥、そう思うとめっちゃ前だ。キツネダンス、確かにキツネダンスね、ティ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 、私あれ踊れないんだよね、ティ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 、踊れないこのやつ。トークンハートありがとう。吹きながら踊ってないよ、吹かずに踊った。ドラマ私も見てた、面白かった、逃げるは恥だが役に立つ、面白かった、あのドラマ好き、面白かったです、見てた私も。サングラス程度振りコピー、しようよ、一緒に踊ろうよサングラ教えるよサビの振りレクチャーなら全然しますよ、あのサングラス程度サビ振りレクチャー、個人レッスンサビ振りレクチャーしますよ、全然。岡田あずみの歌同士なりたいみたい、たまに見てるあのすぐ見えるところでリプランで会話してるのはたまに見たりしてる、仲いいなと思って仲いいなと思いながら見てます。アイコンが、え嬉しい、
これは倒しになっちゃう。え、嬉しい、愛国長すごい運命だ。嬉しい。ねえ、何噛みつく気分。え、それは見てないや。え、ちょっと見とこう後で。それは見れてない。キツネダンス。ね、あのね、歌詞ね、歌詞面白いよね。キツネダンスの。私もこの前最近フルを聞いて、こんな曲だったんだって思った。キツネダンスのフルの曲。アズミンダンス何それ。アズミンダンスなんかあったっけ。踊ってみてよ。どんなのどんなの。あ、愛のし懐かしい。これも流行った。やわなハートがしびれる、たたちゃだれあれだれらにゃ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 。サングラステイズフリー。え、教えるよ。フリー教えてほしい。サングラステイズが一番フリーあれ したいですか。フリー、フリコピーしたい曲。でも一番あれだよね、楽しいよ一緒にできると。サングラステイズ特にサビとか。でも覚えたら簡単。恥ずかしかっただけ、あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさあまちゃっちゃらちょ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 ほんとに何でもかんでもねっとりねっとり出てくる。どんな感じのダンス。ねっちゃねっちゃ朝納豆卵かけご飯、もちろん半時計回りだよ。アズミンダンスの歌。もう2022年流行語大賞、アズミン的流行語大賞第1位、もうねっちょりだよ。もう発表しちゃう。もうねっちょりです。流行流行りすぎてる2022年。もうみんなが大好きな言葉。正太郎さん、ペンライトありがとう。え、振り講座したいな。振り講座、もうこれはね認めざるを得ない。認めざるを得ないよ。もうあ、くしゃみ出そう。リアル、あ、そうなんだ、ミヒさん、いいな、リアル、いいね、リアルお話し会で直接フリー講座やりたい。私も手を振りながらスキップするみたいな。手を振りながらどれだろう。え、どれだろう。これこれかな。このステップ。このステップかな。ラストのこれだけ。それだけ、真ん中だけ参加、真ん中だけ参加。確
確かにサングラスデイズ最近ね研究生でストーリーに入ってないから披露がね。でもどっちかというと夏の曲だからねサングラスデイズ。今はもう冬になるのでね披露するタイミングもちょっと減るのかもしれない。もしかしたら夏に比べて夏の曲ではあるから研究生で披露するタイミングが。確かにねストーリーに入ってないから。捨てたれ以外にも共通のペンダブリ曲や、あ確かにヘタレあるもんね。確かに。確かにヘタレブリ、ヘタレブリじゃない共通のペンラブリ。流行語、流行語大賞じゃん。リオツ、本当だよ。考え、命名リオツにトロフィー受賞。みんなで。あ、おかえりなさい。あ、そうなんだ、流行語大賞明日。そうなの、明日発表なの。知らんかった。何なるんだろう今年流行語大賞。今年何が流行ったんだろう。ちょっと私流行にあんまり敏感じゃないんですよね。わからない。何も、何が流行ったんだろう。あれかな、キツネダンスとか。あれでもめっちゃ今年じゃない、今年の流行な感じあるけど違うかな。キツネダンスは言葉じゃないか。あれはなんだろう、何が流行ったの今年。全然流行がわからないよ私。何が流行ったんだろう、何なんだろう。キツネダンスのイメージしかない。なんかキツネダンスいっぱい聞いた、見た。あ、おやすみなさい、ありがとうね。おやすみ。カレンダーは壁掛け派、卓上、壁掛け派かな。壁掛け派です。でサングラスデイズ私も好きだから、でもまたしたいな。あ、アーニャ、確かにアーニャ、ピーナッツ食べたい。アーニャねっちゃりは入らない。誰も知らない。このここの界隈しか知らないで流行ってる言葉だから。ここの世界でのしか。まだ外部に進出してない言葉だからね。ねっちょりは外に出てない言葉だから。キツネっぽいよね。村神様、何、ひじ神様。村神様って何。ひじ神様しか知らない私。肘がなければしかわかんないな。肘神様じゃなくて知らんけど、あー知らんけど、なんか知らんけどよく聞くかも。確かになんか知らんけど聞く。聞いた。今年の漢字、2022年の漢字、今年を表すと、なんだろう、今年を表すと一文字で、なんかな、夢です。2022年を表すと夢ですね。私は今年の漢字は夢。なんか夢が、めっちゃ真面目だけど。真面目な回答だけど。夢かな、夢ですね、一文字で表した。なんかいろいろと夢が、アイドルにずっとねなりたい
って夢見てたアイドルにっていう夢が叶った年でもあるし、 ST48 に入ってからなんか本当夢みたい、夢見てた出来事がたくさんあったと、あったというか、が夢見てたことが叶ったり、なんかもう夢みたいだって思う瞬間をねたくさん経験できた1年だったので、夢ですね、夢だ、いい1年でしたまだ1ヶ月あるけど本当に充実した1年を過ごすことができましたよ。ありがとう、出会ってくれてありがとうございます。2022年、だって今年からの出会いの方が大半はもうだって2022年からの出会いの方でいっぱいだもんね。2022年から出会った方もいっぱい、2021年から出会った方もいれば、2022年から出会った方の方が多分多いかな。それより前に出会った方もいて、ありがとう。2023年もよろしくお願いします残り1ヶ月もよろしくお願いしますかぎさん、ちななさん、尊い、ありがとう。まだ早い、もうちょっと早いあと1ヶ月ちょっと気が早いもうほんと年末気分1ヶ月早い、年末気分だよ、こんなこと言っちゃって。今までありがとう、これからもよろしくね今までありがとう。あずみんの日、あ、太陽のよう、本当、あ、あのやつか、自己紹介カードのやつ。でもあれはずっとあれだな、好きな文字ようだし、太陽みたいな、太陽みたいなアイドルでいたいですね、ずっとみんなの太陽みたいなアイドルで、みんなの太陽みたいなアイドルでいたいです。2023も2024年も2025年も2026年も2027年も2028年もずっとずっとねえ、出会ってから、あ、マルさんかわいい、ありがとう、良いお年を早いね、でもね早すぎる、まとめ早すぎる、確かに大晦日の、確かに大晦日のほんとちょうど1ヶ月後の2012月31日かの11時30分ぐらいにこの話してたら、もういいベストタイミングだった、ちょっと早すぎたちょっと早すぎちゃった。ねえ、12月もよろしくね出会ってから3年ね、本当にこれからも末永くよろしくお願いしますあっという間だったなぁ。え、ちょっと暇たぎ聞いてみよう、明日マネージャーさんから、私って大晦日の暇たぎ配信ってしてもいいんですかって聞いてみとこ。あれ申請がいるのかな、誕生日も多分申請がいるんだっけ、申請がいるのなら、申請がいるんだったら聞いたこと聞いた方がいいよね多分
すぎかな。でもみんなでやりたいな。せーの、わーっつって。でも一応聞いてみとこうっと。年越し配信したいよね。したいよね。どうなんだろう。聞いてみとこうっと。あずみんと、あずみんと2023年迎えようよ。ジャンプしよう。ジャンプしたい。ジャンプしたい。ジャンプして、ジャンプしそう。ジャンプしよう。ちゃんとカウントダウンのあれ置いて、時計置いて、年またぎはジャンプで迎えよう。早い。わー、でもこの季節、この時期が一番好きかもしれない。このクリスマスとか年末、大晦日、正月にかけてのこの12月が一番好きかも。ワクワクするよね、なんかで。12月、私の大好きな月に突入しちゃうよ。いやん、いいですね。ワクワクするね。ワクワクする。あ、こういうイベントごと大好き。ワクワクする。ねえ、でもそうだね、忙しくなるけどね、12月ね。クリスマスコンサートもめっちゃ楽しみだな。クリスマスコンサートめっちゃ楽しみ。ハッピーニューイヤー言いたい。彼女やん、年越し一緒に過ごすとか。え、彼女だよ。結婚前提にお付き合い中。確かに、そっか、あれか、18歳以上のメンバーとかしかできないのか、年越しの年またぎ配信とかって。小さい頃ジャンプしたことに気づかれないパターンか。聞こえてますよ、ちょっと。こんばんは。いや、私は小さくっても誰よりもジャンプ力は高い自信があるので、誰よりも高くジャンプする。年越し2023年になった瞬間、誰よりも高くジャンプします。一番そうだよね、12月ね、お仕事がね、忙しくなる。ね、ワクワクするよね。いや、あっという間だよね、ほんとね。年末あっという間。12月の年末は本当にあっという間だよ。誕生日が、あ、それもある。誕生日が近づくにつれて、うん、テンション上がるね。冬好きかもしれない、私。やっぱり冬が好き。冬が好きだ。確かに1月も好き。12月と1月が好き。冬が好きかも。誕生日が楽しみ。こんばんは。コンサートで当てる。うん、みんな来てね、もう。あ、絶対みんなが当たりますよね、クリスマスコンサート。そして会えますように、そして一緒に過ごせますように。一緒にお願いしとこう、私も。神様。はい、もうこれで絶対当たります。はい、当たります。当たります、当たります。冬好きだね。よし、じゃあ壇上読もうかな、そろそろ。13位、昼休みさん、ありがとう。12位、もりもりさん、ありがとう。11位、くまねパパさん、ありがとう。10位、シム852さん、ありがとう。9位、奈良西さん、ありがとう。8位、渡辺さん、ありがとう。7位、リモさん、ありがとう。6位、ヒーくん、ありがとう。5位、クレセージンさん、ありがとう。4位、トーくん、ありがとう。3位、ヒゲメガネさん、ありがとう。2位、カギ37さん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルル、
バン、お兄ちゃんありがとうありがとうね、ありがとうございました。あれこっちか、ありがとう、お疲れ様、今日も一日。何色で描こうかな。できた。じゃーん。ありがとうございました。え、ね、私明日前髪キルキル配信する。明日前髪切る配信で。だいぶ伸びてきたよね。ちょっと切らないといけない。早いよ、伸びるのが。明日は前髪キルキル配信です。8時半ぐらいに、早めにできる。明日は8時半ぐらいからしよっかな、前髪キルキル配信。ありがとうございます。好きな配信断髪式を見届けてください。12月、ちょうどね12月になったから、12月、そう、前髪切って小豆しよう小豆の日。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。サイコロの目の数だけ怖すぎる。どうするの、それ6とか出てさ、6センチ、怖いよ。そんなデンジャラスなゲームできない前髪で、怖い。そういうのぐらいしかあんまり。あ、ありがとうねありがとう、嬉しいよ、見に来てくれてありがとう。早いよね。そう、明日からね、新しい月だから一応12月2回ぐらい切りそう、なんか本当に2週間ぐらいで伸びるんだよね、私前髪が。6センチとか6ミリか6センチやばい、でもこんなになっちゃう前髪6ミリだね、確かに単位6ミリか6ミリだね。あ、ラブありがとう前髪は多分普通に眉毛1ぐらいだったら全然許可とかは大丈夫。さすがにね、6センチ切ったら怒られると思うけどな、あずみちゃん何その髪型もう多分めっちゃ怒られる気がする、6センチ切っちゃったら6ミリか、確かに6センチはやばいね。ではでは、ねえねえあずみんで終わります。明日は木曜日なので、朝配信はお休みで、夜配信のみになります。明日も一日頑張ろうね。バイバーイ。
ではねねあずみんで終わります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさーい、ありがとう、おやすみー、おやすみなさーいおやすみー、頑張ろうね、明日も一日お疲れ様、バイバーイ。